吉田さん、顧客リストすごいじゃないですか。まあ私も顧客リストは結構あると思いますけども、セールスをね、そんなにバシバシしてないんでね、吉田さんみたいに。で、久しぶりに1年ぶりぐらいにセールスしたのが、1年以上ぶりですね、FX のオリガルヒってやつなんですけども、まあこちらの方はね、まああの、ご購入いただいた方、あ全員ではないですけども、メッセージいただく方、コンスタントにいただく方は5人ぐらいいるんですけども、 その5人の方ってね、本当に繰り返し繰り返しメッセージくださるんですよ。で、一番多いのが、勝ちましたってやつですね。やっぱりここには2つの要素があって、あのー、やっぱ勝って嬉しいっていうのと、勝たせてもらった感謝でメッセージを、本当にオリガルヒーありがとうございましたみたいな感じですよね。で、人によってはもう300万突破してるんですよ、この1ヶ月で。いやもうね、300万突破ってね、 本当にすすごいいなと思います私もそんな300万突破ってこの6年間やってきてついこの過去3年ぐらいでやっと始まったわけですからね下積みが3年ぐらいあったわけですよでも裏を返すと今回ね私は自分のテクニカルって FX の手法をどうやったら伝えやすくできるかなっていうことに終始したんですよねその根底にあるのが信頼関係なんですよあ久保さんがこう言っていることだから頑張って 学んでみよう身につけてみようっていうふうに思ってくだされば結果は早いですだから連絡くださる方ってのは個人的なつながりが深い方ですよね実際に会ったりとかね一緒に動画で共演したりとか何らかのメッセージを細かくやり取りしたりとかみたいなことをそれからもしかしたら一方的に私のファンになってくださった方があその心理でもってねもうついてくるみたいな感じかなと思うんですよでプラス私の方からお伝えしているのは 私がいなくてもできるようになんなくては意味がないですよと。私がこうですよ、ああですよっていうふうに前もって言ってることについてくるっていう、その段階もすごいんだけども、だけども、私が言わなくなったらできなくなるでは意味がないんでね。やっぱり独立して稼いでもらいといけないんで。で、振り返ってみると、ネットビジネスっていうのも、私はね、確かに学んだんですけども、学んだというほど学んでないんですよ、実はね。いただいたカリキュラムも半分もやってませんし、まあなぜ、自己アビデートっていうものをね、 これだけで本当に時間にしたら1時間か2時間学んだだけでそれでね1年以上3年ぐらいですか自己アフィリエイトでずっと稼ぎ続けてそれでセミナーも成立してそっか塾もそれで作ってますからね、まあ、つまりはあのー、信頼関係があることがすごく大事な一歩なんですけどもでその信頼をね、えー、ここまで信頼関係ができてましたよって証明するのが 結果を設けるってことだと思うんですよだから私も最初その自分がいくら稼いだのか即下塾って組織がどういう風に広島に盛り上がってるのかってことをもうね紹介したくて恩返しのつもりでで六本木ヒルズに通ったってところがありますしもしかしたらね吉谷さんとこうやってやり取りが未だに続いてるってことが何よりもの恩返しになってるんじゃないですかね。他のいいろんななな方がね稼げなくくなったたりりととかかズルをしし没落していく中で なんかね、20時間ライブでコメントばっかり書いてた人が、結局生き残ったよみたいな感じでね。で、こうコラボで、イリュージョンとか、億万長者とか、プロジェクトを組んだりとか、実際に一緒に商品売ったりとか、たくさんの人と変わってきたりとかね、合宿場でカレー食って美味しかったとか言ったりだよね。で、まあ話題は車に移ったりとかするわけじゃないですか、うん。だからなんかね、やっぱり、ビジネスやってる以上、稼いだっていう結果が、 さらに関係を強くするってところはあるなと思いますよね。結束力ですよね。まあでも信頼関係があるからこそうまくいくし、うまくいってるから信頼関係が強まるしっていうこのフィードバックが繰り返されることって大事ですよね。はい。人が言葉を使うと書いて信じるというふうに書きますよね。でも言葉だけでは信じられません。その言葉が実際に成果物となって信じるって言葉人の言葉になるわけですよね。 今回は信じるというテーマでお届けしました。だして。